はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第76回でございます。で、今回ね、テーマが受験お疲れ様でしたっていう、もうね、タイトルというかテーマでわかるよね。なんとなくね、内容が。で、サブテーマがどちらの結果でも、てんてんてんってやつと、次回のアップ日は3月11日ですと。まあ、こんな感じで喋っていこうかと思います。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ受験お疲れ様でしたなんで、ねぎらいの言葉というか、まあね、ちょっと喋っていこうと思うんですけど、まず、いやいや、私まだ終わってないんですけど、っていう方がいたら、本当にごめんなさい。あのね、一応ツイッターと YouTube のコメントでね、まあいろんなやりとりをさせてもらってる中で、結構終わってる感じがするんです。はい。結構受験日書いてくれたら、書いてくださる方とかもいらっしゃるんで、それで確認したら大丈夫かなと思ってね、ちょっと今日で撮らせてもらってます。実は来週の3月15日に卒業式の動画をね、ダラダラジオをアップする予定なので、まあ今日、まあね、このねぎらいのをね、言わせてもらおうかなと思って今日撮らせてもらってます。終わってない方はね、誠に申し訳ないんですが、お付き合いしていただけたらと思います。よし、じゃあ行きましょう。で、まず、まあ、そのままだよね。本当に受験お疲れ様、まあ、受験とあと受験勉強だね。お疲れ様でした。多分、初受験、人生でね、初受験の子が多いんじゃないかなと思うんだよね。中学受験とか小学校受験をしてる方はね、もちろん初めてではないんですけど、大体高校受験が初めてって方が多いと思うので、どうでした?受験勉強。これね、塾講師やってた時とかにも聞くんだけど、どうだったみたいな感じ。結構いろいろ様々で、しんどかったとか、まあ大体多いよね。しんどかったが多いんですけど、楽しかったとかね、あっという間だったとかね、意外としんどくなかったとかね、いろいろあるわけです。だから多分それぞれ感想があると思うんですけど、そこのね、下にも書いたように、もちろんどちらの結果、つまり合格不合格、両方出てくるじゃないですか。もちろん全員受かったら幸せっす。はい、自分もね 100% 受かったらいいんですけど、定員が決まってることだし、受験検定だからね、合格不合格が出てきてしまうと。でもちろん合格したらハッピーだし、不合格だった方はね、すごいしょんぼりというか悲しい気持ちになるんですよ、実際。でその中でどちらの結果だとしても、そのね、頑張ってきた努力が、まあ、すごい綺麗事を言いますよ。頑張ってきた努力は無駄じゃないんだっていうのを再確認してもらいたいんです。合格したから全て良しではないし、不合格だったから全てダメっていうことじゃないんだよね。間違っちゃいけないのは、そこに至る過程で大事なことってたくさんあったから。特に、まあ、やっぱり不合格の方はね、たまにこうメールいただくわけですよ。で、いろんなメールがあって、それでも前を向いて一歩踏み出そうとしてる方もいれば、やっぱり人生の終わりのようにね、すごい落ち込んでしまう方もいらっしゃるわけだよ。で、まあそういう方がもしいらっしゃればですけど、ぜひね、もちろんこう落ちてすぐとか無理なんではこんな風に考えられないんだけど、でもこういう考え方があるんだっていうの、そして今回ね、うまくいった方の中でも、人生この先失敗なんてたくさんあるからね。人生、もう俺30年、ほぼ30年生きてますけど、人生ずっと成功かって、そんなことさらさらないわけだよ。もうめっちゃ壁にぶち当たり、ね、もうなんか、ダメダメでね、っていう時期があるわけで。そう。だから、もしそういうふうにうまくいかなかった時、まあ失敗というかね、自分の思い描く通りにいかなかった時に、こういうふうに思ってほしいっていうのを、ぜひね、考え方として持っていてほしいのが、昔から失敗は成功のもとって言うじゃないですか。まあ言葉がありますよね。であれは俺本質的にすごい正しいと思っていて、失敗ってやっぱり成功のもとになるんですよ、言葉のそのまんま。でも失敗を成功のもとにできるかどうかっていうのは、その失敗と向き合えるかどうかっていうのがすごく大事で、特に頑張ってきたこととか真剣に時間をかけてやったことが失敗したと、うまくいかなかったって、もう嫌ですよね。二度とやりたくないし、そんなこと、もっと言ってしまう、もうなんだろう、その事実に目を向けたくないっていう、目を背けたくなるって思うよね、ほとんどの人が。けれど失敗から目を背けてしまったら、失敗は失敗のままなんだよね。そうで、それじゃ何も生み出さない。ただ単に自分の例えばテンションとか
気持ち、あとは自信もそうだね。いろんなものを失って終わってしまう。確かにね、まあ、さっきも言ったように頑張ってきたこと、真剣だったこと、時間をかけたことっていうのはその分ダメージはでかいんだよ、うまくいかなかった時にね。けれどそことしっかり向き合う、なんで失敗な、まあ、なんでねうまくいかなかったのかっていうところにしっかり向き合って、そこから何かを得なきゃ。どうせし同じ失敗だったら何かプラスにしてあげないと。で失敗というかうまくいかなかったことと向き合った経験ってその後の人生でめちゃくちゃ大きな糧になる。自分のすごいプラスになるよ。だって向き合うのってしんどいもん。でもしんどいことって乗り越えたら絶対いいことが起きる。いいことというかプラスになるんだよね。それはスポーツの練習、まあ、部活の練習とか、もちろんね、あの文化系の例えば吹奏楽とかもそうだけど、きつい練習をした分だけ何か得るものがある、大体は。それも一緒だよ。なのでもしね、あのまだ結果待ちの子もいると思うし、結果が出てうまくいかなかった方もいらっしゃると思うんですけど、でもちろん今回のだけの話じゃなくて、この先失敗とかうまくいかなかった時でもう自暴自棄にもういいって、もう何もしたくないみたいな感じになる時にグッとこらえてその事実と向き合うっていうのを、すごいね辛いこと言ってるのも分かってんだけど、でもそれが何ヶ月後、何年か後か、何年か後かにの自分にね大きなプラスになっていくので、ぜひそういう風にね思ってもらえたらと思っております。で、あの誤枠した方もね、さっきも言ったようにこの先何やるか分かんないからね。なのでひとまず今回ね誤枠したのは本当に努力が報われたことなのでね、本当におめでとうございます。で、まあ、さっきの考えもちょっと頭の片隅に留めといてもらえたらなと思います。で、たまにね、あのまあ高校受験が、まあ、合格発表が出て、で、あと、なんだ、卒業式もね、そろそろ終わると思うんですけど、みんな。終わった子もいるかな。で、卒業式が終わると、春休み長いじゃないですか。多分1ヶ月弱ぐらいあると思うんですね。中3生の春休みって。で、たまにね、何したらいいですかって聞かれるんですけど、あの、これはね、シンプルな答えで、したいことをしてください。はい。ただし、羽目を外しすぎることはダメです。いい？警察のお世話になるなんて、もっての方がね、絶対に。ね、あの遊びでも勉強でもどっちでもいいと思います。できれば両方した方がいいと思うんですけど、一番は有意義に過ごすってことがすごく大事。意義のあることを過ごす。で、それは遊びでも意義のあることになるからね。でもでやっぱり両方やると一番充実したことが、生活が送れるのかなとは思いますけど、まあそれは個人個人の方で考えてもらえたらなと思っております。なのでちょっとね、ただ本当はね、これ 3,4 分で伝えるはずだったんだけど、ごめんね、8分も話してしまったね。まあひとまず誤枠、不合枠ね、あったと思いますが、ひとまず受験お疲れ様でした。本当に長い戦いだったと思います。精神的にも肉体的にもね、しんどかったと思うんですが、乗り越えて、もちろんどっちの結果だとしても乗り越えて今の場所にいることは事実だからね。なので本当にお疲れ様でした。そして今後これから高校生になっていくと思いますので、高校生活ぜひねエンジョイしてください。楽しんで過ごしてもらえたらと思います。で、もう一個ね、次回のアップ日3月11日って書きました。で、ピンとくる方もいらっしゃるかもしれないんですが、3月11日はね俺の誕生日なんです。で、実は30ぴったりにね、さっきもちょっと話もしましたけど、今29なんで30歳ぴったりになります。で、やっぱり30っていうね、こう10の位が変わるとき、やっぱ大きな節目なので、自己満足のダラダラジオを臨時アップさせてもらいます。で、自己満足です、ものすごく。はい、何も得るものないと思います、皆さんにとって。なんですが、まあ30歳のこうなる日なので、まあもしよかったらちょっと聞きに来てくれたら嬉しいかなと思います。はい。で、15日、あの本編の方ね、日曜日の方では一応卒業式を予定してます。あのスケジュールちょっとねキッツキツなんで、ちゃんと撮れるか分かんないんですが、あの15日にアップできるようにしますので、もしよかったらねそっちの方も楽しみに待っていてください。で、いろいろごめんね、最後に、そろそろ受験も終わったりとか卒業式も終わる時期になると思いますので、以前あの告知させてもらった、卒業記念動画の方、もしよかったらね、あの最近ポツポツねメール送ってくださるんですが、卒業記念動画の方もあのご参加いただけたらと思っております。ぜひねよろしくお願いいたします。では、今回はハイチのダラダラジオ第76回受験お疲れ様でしたというねテーマで喋らせていただきました。今回もここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。
で次回はさっき言ったように、誕生日の私の自己満足ラジオです。なのでね、もしよかったらそっちの方も聞いてみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。